見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設、老健榊工業。皆さんおはようございます。令和6年10月全体朝礼です。10月に入り、秋の訪れを感じる季節になりました。朝晩の冷え込みが増してきましたが、日中はまだ暖かい日もありますので、体調管理には引き続き注意を払っていきましょう。特に利用者の皆様の体調変化に敏感になり、快適な環境を提供できるよう努めてください。今期の事業重点施策について目標を再確認していきます。令和6年度事業重点施策、1、強化型保険への移行継続、2、R4 システムの導入、3、働きやすい職場環境整備、日常業務の改善、組織化、マニュアル化、ルール化、4、365日切れ目のないサービス提供、365日医療、365日リハビリ、5、ご利用者ご家族の思いに沿うサービスの提供、ターミナルケアの実施、身体拘束等の廃止、6、環境整備、7、情報管理規定の策定と運用、8、ハラスメント指針の策定と運用。今期も折り返しの10月を迎えました。この8つの施策を実現するために、皆さん一人一人の理解、職員間の協力がより必要になってきます。特に働きやすい職場環境の整備や365日切れ目のないサービス提供は、皆さんの日々の努力と工夫が欠かせません。またご利用者やご家族の思いに沿ったサービス提供を心がけ、信頼される施設を目指していきましょう。続いて、環境整備や情報管理、ハラスメント対策についても引き続き意識して取り組んでください。これらは私たちの職場が安全で快適な場所であるために非常に重要です。職員間のコミュニケーションの質を上げていく必要があります。最後に、榊工業が柏市境根において一層信頼される施設となることを目指していきます。皆さんと共により良いサービスを提供し続けるために、努力をしまず常に進化し続ける施設でありたいと思います。それでは今月も皆さんと一緒に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。